はい、こんばんは。チカラワールドエンタメチャンネルでございます。心霊スポット小机城址ですね。今ご覧の通りこんな感じになっております。もうこの先暗闇ですね。ちょっとこうやって行ってみましょう。ちょっと人が来ちゃったんで説明の後回しさせていただきます。この場所は、戦国時代初期なんですが、とある矢野氏と とある太田氏が、ぶつかった、衝突の影響で、太田氏が勝利したんですが、太田氏を仕える、武将さんたちがもう多く亡くなったと、で太田氏の、敵兵を、処刑してしまったとっていうことですね。ちょっと意味がわからない説明かもしれないですけど、ご了承ください。今ここを写してるんですが、ここで心霊写真が撮れるという、またなんかちょっとしたオーブが写るということですね。ちょっと撮影しますね。よし、ちょこっと探索開始ですね。とりあえず行けるとこまで行ってみます。この中実は、小机城址という場所なんですが、住宅街の中にあるんですよね。住宅街と住宅街の中にあって、でここは、まあ昼間は、登山や、観光名所といってもいいでしょう。山登りに来る人たちはいるんですが、今回はエンタメチャンネルとして行かせていただきます。どっち行く、まず広場から行きましょうか。確かに結構怖さはありますね。よし、ちょっと帰りに写真撮影して、まあ何かそこで判断いたします。なんだこれ、そうだよね。かすかに音が聞こえるね。宣告せ、また誰もいないのに線香臭い匂いがしますね。ちょっと、なくなった。多分あの中ですかね。あの建物があったらしきところから
お線香の匂いがしましたね。広場右から行くか、うわ失礼します。いいよこれ行っちゃう。ここ何ここ、ちょっといいや、そういうことね。子供の声じゃないですよね。まあいいや。おかしいもんな、映像も、もう映像も映像でおかしいっすもんね。もうなんかなびいてるというか、多分ここそうだよね、多分この敷地なんかちょっと、ここあれですかね、前回言ったの入り口ですかね。前回は今メインチャンネルでやっているところの、目の前道路なんでちょっと聞こえづらいですが、そうですね、すごい崖みたいな高さですね。
どうやら住宅街のようですね。ちょっと戻りましょうか。おしい。あ。さっきの窓も取って。あれ。ちょっと戻るか。またちょっと戻りますか。やってみるじゃない、ビデオアプリのやつやってみるか。2箇所抜けて、はい、じゃあちょっと幽霊探知機などの検証に移りたいと思います。買いますね。